楽屋訪問っていうのをやってまして、トイトイって毎回のライブで動画が上がるので、ダメだったら言ってください。全然大丈夫です。大丈夫ですか？はい、イブちゃんです。イブちゃんです。今日の主催、イブちゃんです。スリーマンです。すっごい眩しいです。なんでそれね、映ってるのいいね。それが映ってるのすごい怪しくていい。あ、俺怪しい？怪しい。今日はスリーマンなので、あと初めての440なので一生懸命頑張ります。出番私たち、しょっぱなってあまりないんだよ。あ、そうですね。だからすごい嬉しくて。いやいやいや、お酒がね、たくさんたくさん飲めるでしょ。飲んでください。私、イブちゃん聞きながらお酒飲んでたから、いやー、嬉しいんだけど。あります。いいわ、本当に。たくさん飲めるように私も頑張ってられました。このさらば東京売ってきたのかも。さらば東京終わっちゃうんですよね。そうなんだよね。なんか最近終わっちゃうところ。そうだよね。さらば東京も終わっちゃうんだよ。ドキドキするよね。新服ジャム気になりますね。手向けになりたい。行った行ったこの間、すっげえ広かった。なんかイメージとしては本当に寝台とかフィーバーみたいな、すんごい綺麗。面白いね。綺麗。そう、フィーバーよりはもうちょっと狭いけど、入ったらすごい綺麗なロビーみたいのがあって、禁煙喫煙スペース分けてあって、フィーバーみたいですね。フィーバーみたい。フィーバーはフィーエンフィーバーが、フィーバーがイメージだったらしい。その店長の西野くんが、ああいう風にしたい、絶対にもう壁に落書きなんてさせないって言ってた。あ、そういう感じなの。うん、もう全然変える。ポスターももう額に入れて貼る、必要なも時は貼って、もうどんどん交代で剥がしていくって言ってた。だから一番最初に壁に…つまんないライブハウスになりますよ。一番最初に壁に穴開けようぜ。ひでぇ。一番最初に壁…まあ、一回穴開いちゃうと前のともう終わりだから。そうだね。壊れ窓理論ですね。終わりだから、壁に穴開けようと思って。メタル聞きな。メタル聞きな。
イランドってバンドがめっちゃメロコアっぽくてかっこいいんですよ。ファンク、ファン、ファン、ファング、アイ、アイ、ファンドアイランド。アイランド。知ってますか？知らない。ファンドアイランド知ってます？知らないって。なんかめちゃめちゃ。洗いました。いや、いつも洗ってください。なんかもうでもこれ手遅れの気するわ。いやでも大丈夫、いい匂いする。押しますか？押しませんか？と。ご奉仕です。かしこまりました。紀州のドンファンって呼んでくれ。蜂蜜ですか？蜂蜜。蜂蜜じゃない、これね。本当ボスミン、カシュ用、うんちゃらかんちゃら。魔法の薬です。40分間だけ、すっげー覚えてる。すごい。飲んだらダメ。苦そうです。苦い、超苦い。手術してから、ああ、2回やるようにしてて。苦くて、吐きそうだ。まずはスワンの災難だと、エンディングぐらい。こことここまで。最初に座ってて、エンディングも座る。うん、そのぐらいです。で、ここら辺は、まあ、後半でもしかしたら出るかもしれない。うん。基本的にはちょっと違う感じでやってみようかなって。どう違くなるかちょっとわかんないですけど。考えてなくて、成山さんと話し込みすぎて緊張しすぎてちょっと今話し込んじゃった、頭真っ白になっちゃった。ちょっとまずい、まずい、すごい頭真っ白になっちゃった、頭真っ白になっちゃった、嬉しくなっちゃったね。この前撮らせてもらったけど、撮らせてくださいって言おうかなと思いながら気づいたら時間がもう、あ、本当に見えなかったの、見えない、見えない。今日はゆめちゃんすごいふわふわしてて、今メタル聞くかどうか悩んでるからパンってやってあげてメタル、メタルだ今メタルだ、すいません、センターでやめてもらって、センター後ろだから、いつもあのセンターされちゃうとりあえずじゃあこっちでもらってもいいですか？はい、やってみよう、すいません、やってみよう、すいません、すいません、もうちょっと頑張って、もうちょっと頑張って、いきます、はい、ちょっと笑顔が食べたい、